国民民主党の玉木雄一郎代表が22日、自身の XQ ツイッターを更新し、思わぬトレンドワードに疑問を投げかけた。国民民主党に騙されるなというハッシュタグがトレンドになっているというスクリーンショットを掲載。しかし、なんで急にこんなハッシュタグが出現しているのでしょうか。政策へのご意見やご批判なら何々と伺います。 可能な限り、お答えします。と戸惑いを見せた。衆院選27日投開票についての情勢調査で解散前7議席だった国民民主党が議席を増やすとの見方が出ているが玉城氏は21日の X で全国で戦う国民民主党関係者へと呼びかける投稿とりわけメディアが報じる情報に惑わされ気を緩めてはならない。 未だ、私たちは何も獲得していないと引き締めを図っていた。国民民主党に騙されるのは、同党の躍進の可能性が伝えられたことの反、作用とみられる。ネットからは、大躍進しそうなので厄みでしょうね。敵のクラウンドであまり深みにはまると泥試合になりますので、ここはクールに対応してください。ネガキャンではないですが、103万壁の引き上げが、 学生アパートの人以外にも恩恵がある理由を分かりやすく説明した方が良いかと思う基礎控除が上がれば所得税が減る仕組みを使いで説明したらいいと思いますと冷静な対応を求めるコメントが寄せられていた以下はネット上の意見をまとめたものです仮に何をもって騙すようなことになりうるのか国民民主党に投票すれば即「 ゾンビ税制が改正されるわけではないことくらいさすがに分かっているだろうに玉木代表や新馬幹事長は最低限21議席ないと単独で法案が出せないので協力してほしいと訴えている今回の選挙結果ですぐに何かできるようになるわけではなく長期的に応援することで政治が変化するものと思う 国民民主党は提示している政策にはセンスを感じるので応援したい気持ちはある。が、しかしだ。どう選出は人数が少なすぎる。そこに本当に実現させる本気度があるのか疑問を持ってしまう。しかも、私の選挙区の国民民主党候補は、ヤフーの選挙ページに政策等の回答を挙げていない始末。本気なら、立候補人数増やすべきだし、 政策等の回答は迅速に行って接点を最大活用すべき本当に実行できるかは別として国民民主が一番まともなことを言っていると思います今回の選挙で国民民主の議席が増えれば次の選挙で他の政党もまともになってくるんじゃないかな日本には出る釘はたたくということわざがある欧米では出た釘は抜くということわざがあるが この古き屋敷思想が日本の若者の一部の間にもあるのなら、これもすべて徳川時代から続く日本人の従属意識から来るものだ。300年も続いた一族支配に現在でも国民の DNA が侵されているなら、世襲議員の存在も寛容してしまう従属意識も根が深い。昔の民社党、その前は社会党右派。 もっと前の戦前は合法的で反響で戦時体制に協力した左翼政党の社会大衆党が原点ですだから左翼の人たちは国民民主党を嫌いますまた国民民主党を支持する労働組合は大企業の社員が無理やり入らせられる会社の雇用組合なので嫌う人はいるでしょうでも左翼リベラルに私は抵抗あるので 何にに国民民主党に興味あります旧民社党は変な政党という人いますが西欧ではドイツ社民党やフランス社会党イギリス労働党は政権運営してきました将来の人口増加は無理な話です残念ながら人口は減少しますが個々の質を上げることを考えるべきです教育現場や教員の質を上げていくとか そういうい対策が、現実的でですす。し早急に取り組むべきです国民民主党には場面場面で国民に利になるかだと組みながら柔軟に動いてほしいところはある現状特別目立った成果はないので過信は禁物だが少なくともネガキャンに傾倒してるいくつかの野党よりは信じて見ようと思わせてくれるので抽象まがいの声に負けず頑張ってほしい他党なら騙されない ことになっているのだろうかおそらくはどこかの少数野党の熱狂的な支持者が出どころなんだろうけど得てして本人は良かれと思ってやっていることは相手には迷惑になっているものだよ。よく考えなきゃ。自民党は嫌だけど立憲民主党はもっと嫌維新はパワハラ的だし極左極右はちょっとという選択肢の中で中道の国民民主党の主張は。 国民感覚に一番近いのだと思います。あとは、維新のように候補者を蘇生乱雑をすることなく、着実に勢力を伸ばしてくれることを期待したいです。そもそもこのハッシュタグの言い出しっぺとなった投稿の内容によっては、公職選挙法でのネット選挙運動の規定には、抵触しなくても誹謗中傷に問うことができるのではないか。もちろん、 国政政党でかつ公人であるためある程度の批判に対しては受け止めねばならないと思うが明らかに関係のない一線を超えたものは厳正に対応せねばならない第一声を挙げた兵庫県3区など旧民主系の政党で国民民主の方が出馬して立憲民主は出馬しないケースがある立憲民主が受け皿になるよりはためらいは少ないのではないかと思う それにしても千葉五区の岡野に対して政治と金の問題が他のメディアが報じられているが適切に対応できなければこの点を根拠に騙されるなというワードがその通りということになってしまう。どのような結果になるのだろうかネットになんか騙されずに各候補政党の主義主張をしっかりと理解して自分で考えて投票すればひがみやっかみに引っかかることはない皆さん 仕事場がどうかとかネットがどうかとか誰それがどうかとかいう意見に惑わされずにしっかりと自分自身で情報収集して自分が信頼できる候補者政党に投票してください。間違っても自分の生活の首を絞めるような政党候補者には投票しないように。今回の場合は失敗したと思っても次の参議院議員選挙で態度を示すことができます。 一般の普通に家族を養って朝から晩まで汗水たらして働いてる一国民です私は玉木代表国民民主党の政党発言に期待を持ち1票を投じたいと思っています他政党より身近に国民に寄り添って国民の意見を代弁していただいていると思います今回は期待します この期待を長く続けていただき長い付き合いをしたいと思います。日本社会の悪いところでもあるんだけど、他の足を引っ張る文化本島に止めてほしい。票を入れてほしい支持政党があるのなら、そこの良いところをアピールすれば良いのであって、よそはこんなに良くないですせとだけ言われても、お望みのところに票を誘導できるわけではない。他の足を引っ張るより自分を伸ばす方向に力を、 使って欲しい私は党首総理大臣含むで投票先を選ぶようにしてる積極財政歓迎の私は自民党だけで言えば石破茂氏なら入れないけど高市早苗氏なら票を入れるという具合に自民党に真面目に頑張ってる人もいればそうでない人もたくさんいる立憲民主党は野田氏は増税派だけど江田氏のように減税派もいる その他の党も同様。で、結果私は期日前投票で比例は国民民主党に入れました。党首の玉木氏のブラケットクリープなどに賛同したからです。でも党首が変わればまたその時は比例は代表の政策で判断します。自民党を何としても倒したい人には、ぜぜひひの国民民主は気に入らんのだろうね。場合によっては自民と組むっていうことだから。 野党共闘ができないのも共産嫌いな国民民主の性っていう考え方かな野田さんもだいぶ共産から嫌われてるけどね自民党を倒してそれだけで終わるなんてことにならないためにもそれぞれの政策を磨いてほしいところ